ちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ。こんにちは、蝶々と結婚した男、蝶太郎です。はい、ということで今日も大好きな蝶々のお話やっていこうと思います。聞いてくるわー、で平城宮跡生き物レンジャーということで、奈良県の平城宮跡の生き物調査の様子をお届けしようと思うんで、最後まで楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ行きますよー、レッツーチョー。はい、おはようございます。おはようございます。生き物レンジャーにお集まりの皆さん、じゃあちょっとあきちゃんと蝶太郎先生が見えるとこに来てください。生き物レンジャー、そう、生き物レンジャーは生き物好きな人の集まりだよわかるね。でね、生き物レンジャーはこの平城宮跡の生き物を守っているんだ。でね、平城宮跡は歴史が素晴らしいところって有名なところなんだけど、知ってるね。そう、世界歴史、いや世界文化遺産や、世界文化遺産に登録されています。世界中の人がここにやってきて、あ、平城宮跡素晴らしいなって学ぶところなんだけど、歴史も素晴らしいけれど生き物もたくさんいるっていうことをあきちゃんは知っていました。だけどなかなかそこに気づいて大切にしてくれる人がまだまだ少なかったんだ。それでね、あきちゃんは、あ、レンジャーがいないかなって思ったんだけど、レンジャーっていうのはね、自然保護官っていう意味です。日本の自然公園っていうところにはレンジャーがいて、レンジャーが自然を守ってる。だけどここは自然公園じゃないんだ、歴史公園なんだよ。だからレンジャーはいない、だから守る人がいないんだ。みんなの力を合わせれば守れるんじゃないかなっていうことで、生き物レンジャーっていう名前で、仲間を探すことにしました。それが生き物レンジャーです。ね、ちょっと観察したいポイントがあって、皆さん、さっきシジミチョウ、紫シジミの幼虫、何食べるって言いました？この裏、アラカシ、これがアラカシです。で、これよく見たら新芽って言って、このね、若い葉っぱね、これ出たばっかりのこの柔らかい葉っぱ、いっぱい食べられてると思います。ここに紫シジミの幼虫がいたんです。これがね、ショッコンって言って食べた後なの。だからね、ここに幼虫がいるとかもしれないんで、皆さんまず探してみてください、幼虫。あ、めっちゃ穴開きついてるけど、こことか。そうそう、そういうところとかね、葉っぱの裏とかね、ちょっとめくってみて。なんで、こう、幼虫探すと、このショッコンって言って何か食べた後があったら、そこに幼虫がいたんだなと思って探すっていう方法です。で、ちっちゃい蝶々、見た目で飛んでるだけじゃちょっと難しいの。ヤマトシイミとツバメシイミってそっくりだから。だから取って確認しないとわかんないからね。いた？さあ、これはどっちかな？ヤマトシジミかツバメシジミ。ヤマトやと思う。ツバメか。ないか。そう、ヤマトシジミとツバメシジミの違いは、羽の後ろにちょっとオレンジ色のがあったらツバメシジミだ。で、なかったらヤマトシジミ、まあルリシジミっていうのもいるんだけど、これがあったらツバメシジミ、なかったらヤマトシジミ。これどっち？ヤマト。大正解です。ヤマトシイミです。一人、はい、一匹目ゲットです。そうそう、そういう風に敷いて入れたらね、いいと思う。掴んじゃうとちっちゃいからね、羽がダメになっちゃうからね、その入れ方が大事。あと、入った。オッケー、はい、ありがとう。第1号でした。ありがとう。で、これヤマトシイミ、ここにいっぱい飛んでるのはこれです。この三つ葉の葉っぱあるよね、これ。これがカタバミって言って、このヤマトシイミの幼虫が食べる餌なんです。これがいっぱいあるから、ヤマトシイミはこの辺にいっぱいいるんですね。なんかいました？今ね、オレンジ色のめっちゃ速い蝶がいた。オレンジ色、ヨセセリじゃないです。スマグロヒョウモンかな、かな。スマグロヒョウモンオスっぽかったです。ああ、なんかいた。あ、青筋、アビラ。お、青筋だ。あ、本当に青筋や。アオスジャギャーはね、この花ね、このヤブガラシっていう花大好きなんですよ。向こうに出てるあのちっちゃい花、これね、この花、これね、このみんな嫌われてるこのヤブガラシっていう花が、あのアオスジャギャー大好きなんで、僕もアオスジャギャー取るならこれを探すぐらいです。それじゃないと高いんで、アオスジャギャーって普段だ。これあったら結構来るんでポイントですね。ゆっくり行って狙って、
これヤマトシーみたい。ヤマトシー。入れたい。入れる？でも種みたい。種みたいだね。羽がね、このセセリチョウのこの羽の模様は、あのさっきの一文字模様か点点点かどうか。どう？見える。点点点。点点点。そうです。茶羽セセリです。これが。ほらよく見て、羽の終わりに顔がちょっと大きいでしょ。大きい大きい、かわいい。だから猫みたい。そう、かわいいでしょ。猫みたいに見えるの。かわいい。で早かったでしょ飛ぶの本当に。結構あれ歯止まってるとこ、そうですよね。でこの中でもこうやってもうバタバタ、ほらバタ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 しちゃうから、本当にだからこれが忙しいで世話しないからセセリチョウっていう風についたんじゃないかな。この中入れよう。おいでよ、入れよう、入れよう。ちょっと間開けて、はい、で、ほ、あ、ナオちゃんもいる？あるよ。ナオちゃんもいる。これ、はい、セセリチョウ茶羽セセリチョウ。お父さん第一、はい、一番最初の面積やったね。おなもみもって、おなもみあんねん。おなもみありました、ありました。よいしょ、久しぶりに見ましたね。ねえ、減りましたもんね。おなもみってさ、実月節でしょ。そうそうそう、昔ね、あれで遊んだけど、うん、最近減ったんだよ。あの、河原でさ、うん、秋になったらさ、うん、あの、咲くやつ。そうそうそう、行った、入った、行った、よいしょ、はい、やったー、先生委員長第1号裏銀しじみです。裏銀しじみ捕まえてくれたよ。でちなみにこの裏銀シジミはこの羽があるその成虫の姿でこの後冬も過ごします。成虫で冬を過ごす蝶々。そうね、ツバメシジミ。あ、ツバメシジミ、オッケー。ちっちゃい。すごいすごい、ありがとうございます。取ったぞ。それどう？そう、これね、上にこうやったらね、上にこう上がってくるね。で、こうする。はい、これ今日最初のゲットです。これが裏波シジミって言います。ちょっとヤマトシジミとちょっと色違うやろ、今まで見た中の。ちょっとオレンジっぽいよね。あれ、で羽の裏が波模様みたいなのがあるんだね。あ、裏波シジミです。もう一度置かれた。ここにいっぱいもちちゃおいて。中堅時間。あ、北木町だ。北木町だよ、それ。北木でしょ。え、北木町今日初だよ。ありがとう、北木町。どうだ、北木町でした。北木町です。今日初記録です。ね、茶羽と一文字、ちょっと羽が点々違うよね。なんか飲む。なんか吸水してる。お腹空いてるかな、食べてる。お腹空いてんのかもね。お茶まで捕まえたいね。このベニシジミ1個だけ。もうね、花でずっと待つしかないんだよ。耳垢ではみつけた幼虫。めっちゃちっちゃい。多分そこだとね、多分殻口の中にされずに生きると思うんだよね。ここにいっぱいある。こういうね、ほんまや、ほんまや。多分草刈りされずに大丈夫だと思う。生き残れるはずです。頑張れ頑張れやな。よく見つけたね。かわいいよね。かわいい。いや、この上にもいっぱいいるんだよ。やっぱり野原を虫取り網を持って駆け回る子供たちの姿はいいですね。本来は平城宮跡では昆虫採取が禁止となっているので、こちら貴重な映像となってます。あきちゃんも撮影してますね。子供たちよかったね。昆虫たちありがとうね。とた。捕まえました。オッケー。モンキー。モンキー。はい。はい、モンキーチョゲット。ゲタ？入りました。やったー。はい、ゲットー。はい、じゃあね、今日見つかった蝶々でまとめをします。一番見つかった蝶々は何ですか？
ヤマト。ヤマトが多かったよな。その次は何ですか？ポンチちゃん。ヤマトシジミの次にいっぱい見つかったの何？みんな取ってたよ。そうそう、ツバメ。ちゃんと名前最後は？ツバメ何？ツバメシジミ。そう、ツバメシジミ。次はないからな。この次は何だろうな。モンキチョウ。モンキチョウね。あのモンキチョウ、あのやっぱね、場所は決まってましたよね、うん、あの広場だけいたりね。そうそうそう。あとはね、ちょっとね、1種類とか1匹とか2匹とか、そんな感じ。茶羽根先生には結構ね。茶羽根先生に結構いたね。ヤマト、あ、ヤマト、ツバメ、茶羽根が多かったかな。ということでね、今日はね、ヤマトシジミ、ツバメシジミ、モンキチョウ、ウラギンシジミ、茶羽根せせり、キタキチョウ、ウラナミシジミ、ベニシジミ、イチボンジせせり、ナミアゲハ、ムラサキツバメ、アオスジアゲハ、ムラサキシジミの13種類が見つかりましたよ。すごい、10種類以上。すごいすごい。13種類だ。こんなです。はい、でね、今日ね、ほら、一番身近なモンシロチョウが見つからなかったんですけど、これはどうしてですかという質問が届いております。まあ、いろんな理由があると思いますね。まあ、餌もここそんなにないと思うんです。幼虫になる餌。ああ、菜の花。菜の花とか、そっちもないですし。キャベツ。あ、キャベツもいいや。でやっぱり蝶がいない時期って裸海期って言って、まあ、幼虫とかサナギの時期が大体かぶってるんで、そういう蝶は少なかったりしますね。ということで今日はモンシロチョウはいなかったけど、その他のものは結構見つかった。ナミヤゲハであんまりいないのはみかんとかの木は平城京ないんで、でこのちょっと町に入って村っていうかこの人家に入ったらみかんとか金柑とかがあって、そこにアゲハが出て多分なんか食べにこう来たりとか、そういう感じでたまに見られるっていう感じですね。はい、でセセリチョウはあのイネ科の植物なんで、まあもう割といると、まあ、ただしね、今回見つからなかったあのオオチャバネセセリはやっぱりもともとそんなに多くいるチョウじゃないんでね、見つからなかったです。まあちょっとね、それだけ残念ですよ。早いですね。セセリっぽいですね。ああいう飛び方するんですよ、セセリチョウ。あ、あれがオオチャバネになってるんですかもわからへんな。そうそう、その可能性もあるんだよ。あるよね。まあでもね、今日見てもらったように、やっぱりこう、ヤマトシジミとツバメシジミとか、一文字セセリとチャマネセセリって、やっぱり飛んでるだけじゃわかんなくて、じっくり見たら、ね、こうやって捕まえて観察としてはよくわかるって、そういうのもあるんでね。でこういうので、実は珍しい蝶が紛れてたりとかするんで。ありますね。もう、あ、ただのモンシロ蝶やと思ったら、実はモンキ蝶の白いやつだったりとかね、とかするんで。なんで、似てるけど違う蝶とかいっぱいいるんで、はい、だからこういうふうにじっくり観察できてよかったなと思います。はい、捕まえないと分かんないことってあるよね。ありますね、やっぱり。ということで今日は皆さん13種類見つかりました、はい、ありがとうございました。あー、バッタの間に。じゃあ開けてください。バイバイってみんな。いや、上にみんな来るからね。ちゃんとチャック全部開けてあげたら。あー、みんな逃がしてあげてね。優しくね、ちっちゃいチョウチョウは触るとしたら。ほら、僕止まった。カマキ弱ってるからさ。ちょっとすごい。どうやった？先生、チョウどうやった？青いよね、これ。ちょっと近すぎ。今日あっちにいっぱいあるやつ。あ、ほんま飛んでるね。逃げた子たちかもしれない。昨日までちょっと天気が微妙なお天気だった、お天気予報だったんですけど、うまく晴れまして暑いと思います。逆に暑いと思う。逆に暑すぎて。ですけど、生き物レンジャーっていうのは生き物を調べて記録して守れることがあったら守る、そしてこの生き物の素晴らしさをたくさんの人に伝えるっていうのがお仕事です。ということで今日もいっぱい生き物を捕まえて調べていきましょう。でね、今日の蝶々なんだけど、今日さ、これもみんなもらったかな。もらいましたね。今日はね、これのここに出ている蝶々、シジミ蝶の仲間とセセリ蝶の仲間が多いと思います。はい、そうなん、今日はね、シジミチョウの仲間とセセリチョウの仲間を探すんだけど、そっくりなのがいっぱいいます。飛んでるだけじゃ分かんないんで、まずシジミチョウは
ヤマトシジミ、みんな知ってるのヤマトシジミで、ツガメシジミってそっくりな子がいます。これを捕まえて、あの黒のケースに、まあ皆さん持ってる自分ご自身でもいいんですけど、あの黒のやつに、僕も持ってるあのあれに蝶々いっぱい捕まえて入れてください。でさらにここには、今日はね、この裏紙シジミっていうのもいます。これも探してみてください。あとベニシジミ、だいたいシジミっちはこの4種類いるんで、これを探してみてください。で続いてこの下、この茶色いの、まあ皆さんね、蝶々好きな人は分かると思うんですけど、そうではない方はみんな大体ガーやと思われてる蝶々です。ね、茶色っぽくて地味で飛び方見てもガーっぽいんだけど、これ蝶々で、本当にちょっとした模様で違うんで、この一文字せせい、このね、白い点点点が一模様に見えるから一文字せせい。で茶羽せせいではこうやって点点点点ってちょっとこう散らばってます。これが茶羽せせいで、大茶羽せせりっていうのもいます。これも見つかったらいいなっていう、この3種類が見つかればいいなと思うんで、飛んでたらわからないんで、捕まえてあの中に入れてみんなで観察しようと思うんで、まず捕まえてみてください。取った、ヤマトシジミです。ヤマトか、危ねえ、水があるぞこれ。でここにこれチャック開けて、で掴んじゃら蝶々ダメになっちゃうから、そうやってやって、そうそうそうやって、そうそう、折り畳んで入れる。これヤマトシジミです。これもヤマトシジミ。ヤマトシジミとツバメシジミの違いは、後ろの羽に、あ、逃げた。後ろの羽にオレンジ色のがあるんですよ、模様がね。サッシリもあると思うんですけど、今日この後観察今からする蝶々にちょっと説明します。サッシリに乗ってる紫ツバメっていう蝶々、これから観察します。紫ツバメで、さっきもちょっとお話ししてたんだけど、ツバメっていうのはツバメの尻尾みたいに羽の後ろにちょっとぴょこって出てるからです。でこの蝶々は羽を広げると紫色なので紫ツバメって言います。で羽を閉じると茶色なんで全然違うんですよね。でそれに対してその横の紫シジミっていうのは、その尻尾がなくてシジミ貝みたいにちっちゃいからシジミ蝶なんですけど、その2種類です。でそのじゃあ紫ツバメの後ろ何食べるって書いてますか。何でしょう。マテバシ。大正解、マテバシ。シリブカガシを食べます。はい、この木マテバシです。ここに紫ツバメの幼虫が隠れてます。はい、みんな探してください。あ、早速見つけました。乗っかってますね。そうです、このハンバーグみたいな子です。これが紫ツバメの幼虫です。そこね。で今ねこれちょっとそれはね珍しくて、葉っぱの、ね、ドカンって乗ってるけど、普段は葉っぱ包んでます。え、どこに。例えばこれとか、これなんか丸まってるよね。これ中覗いてみてください。でこのここ見たらアリさんと一緒にいます。いいよ、ここ開けてみて。これこの子誰か、これめくってみて。アリいるよね。アリいるからやだ。アリいるからやだ。でも今の反応が大正解なんです。アリいるからけどやだって言いましたよね。アリがなぜいるかというと、幼虫や体から甘い汁を出してます。でアリさんがやった、おいしいおいしいって寄ってきます。でアリがまとわりつくことで、ハチが来たらアリがいるからやだって逃げていくんです。今の反応みたいな感じです。でアリがいるおかげで天敵から身を守っていると言われてます。だ一緒に生活して、アリに甘い汁をあげる代わりに、アリさん僕を守ってねってやってると言われてます。でだから普通みんな、皆さん普段見るアゲハチョウの幼虫とはちょっと違いますよね。これも裏いるんじゃないかな。ほらこれもちょっと丸まってるでしょ、こういうところの裏とか。ほらちっちゃいのいいとこ、ほらどこ、ちっちゃいのいるやろ、いる、あ、ほんまやね。だこう丸まってんの見たらちっちゃいのいるんです。でセセリチョウのセセリってなんやねんって皆さんね多分不思議に思うと思うんですけど、まあ多分あのお父さんはセセリって言えば焼き鳥のセセリを多分思い浮かぶと思うんですけど、セセリってね、あのセセルって言って、こう長なんか長いものでつつくって意味があるんですよ。でこのセセリチョウって蜜、蜂、花の蜜を吸うときに口をいっぱい投げてツン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 続きます。こっから来てるって言われたり、あとせわしない、忙しくこうキュンキュン飛ぶことでセセリチョウって言われたと言われてます。さあこれが蝶々から学ぶ忍耐力と集中力です。さらに網をいつ振るかの判断力。もうこの暑い中ひたすらこれなんです、もう蝶々は。で一日何もな取れないって帰るも僕しょっちゅうです。今日も何も取れんかった、クソっていうのも。ベニータ、ベニちゃんこれ
あ、ベニシジミ大正解です。ベニシジミ、おー、めっちゃ映ってる。でかすぎる。顔しか映ってない。楽しい？うん、楽しい。一問せずにゲットして、一問せずに。全然取れへんな、もう。全然取れへんな。蝶々も、もう必死だからね、逃げるのにね。なんか人いっぱい来たぞと思ってるからね、向こうも。カマキリが刺った時に待っといたら、いや、そうです。だからこういう時にやっぱり判断力でずっと待つのも一つだし、やっぱ一周回ってみようっていうのも一つだし、解けない方が戻ってくるかもしれないし、いや、いろんなことを考えるからそう面白いですね。あ、なんか別の人が飛んだ。バイバイ。蝶々も必死じゃない、必死でしょ。二刀流や、ゾロみたいになってる。二刀流や。はい。お、何とった？珍しい子？モンキー。モンキー？ピエロ。お、出た。モンキーちゃんが出しちゃった。出た？出た。足の速さじゃないね。いいかな、そう、蝶々がこう飛んでるやろ。止まったところを蝶々を飛んでるのは。さあ、ここでね、はい、さあ、このね、この石の沿いにヨモギがあります。ヨモギの葉っぱに何か幼虫います。何の幼虫か探してみてください。そこはいない。あったあった、これこれ。はい、こういう風にヨモギがあって、ヨモギに幼虫が巣を作ってます。巣の中に幼虫がいます。大正解。イエーイ。幼虫見つけた。頭の中見た。これがね、キメアカタテハっていうキミトウチョの幼虫なんです。ヨモギの葉っぱ食べるんですけど、葉っぱに巣作るんです。そんなの隠れてるんで。イエーイ。そうそうそう、そう、黒っぽくて毛虫なんです。嫌だ。でも触っても大丈夫なんだけどね。で、この子はいつもこの一物レンジャーで、あそこにもいっぱいヤマキがあっているんだけど、残念ながらいつも草刈りでミキさんにされてる。どうにか保護しようと思うけど、で、前僕全部捕まえて他のとこ行ったら他も されちゃって、でも持って帰るわけにいかないね、この辺で、ね、難しい。どうこれを保護するかってね、今考えててね。めっちゃ綺麗な可愛い蝶々なんですよ、あの姫やかたてはってね。赤たてはっているんですよ、それよりちっちゃい子でね。で、こういう何気ないね、ヨモギのところにね、巣作っているんですよ。こういうのがあれば、こういうのがあればね。あ、これとかもう丸くなってますよね。これめくったらいいよ。開けてみて、ピリピリって。そうそう、それも巣。なんか黒い変なやつ。あ、それでそれで、成虫ね。綺麗でしょ。はい、なんかうちにも、庭にもヨモギ植えてるんですけど。あ、ぜひ葉っぱを巻いてたら見てみてください、なんか。ここもいる、ここもいるよ。あ、そうかもしれない。ほら、この子です。おばあちゃんが見たのと一緒や。これです、これ。まだちっちゃいね、これ。いや、売っちゃっていいの。まあ、またこのぐらいだと自分でまたもうって言って作るから。なんだよって言って。じゃあ葉っぱ、このちっちゃい、ほら、まだちっちゃい、これ。これです。じゃあ上から葉っぱ置いとこう。じゃあこれでいい。ありがとう。そうそうそう。それで蓋してくれたよね。ほら、これちっちゃいの、まだ。で、この葉っぱ食べてこう育つの。もう言って、また。そう、なんだよ人間って言って、せっかく部屋作ったのにって言って、言ってんの。これもそうじゃない、多分。ほら、でっかいのいた。これ去年の4月かなんかで、あそこののり面のとこ、でかっ。いっぱい見つけた。ほら、まだこれでも半分ぐらいですね。あの、つまぐろひょうもと同じぐらいになるからね。これはでもすごい、なんか何もないです、触っても。ね、やばそうな毛虫っぽいけど大丈夫ね。これ大丈夫なやつです。あの、つまぐろひょうもと同じ毛ですね。あの、危ないぞって見せかけてるって。それ先生、殿様バッター。あ、それね、それは殿様じゃないと思うけどね。それはアキちゃんに見せてあげてきてる。そこでこのトゲがあるって、トゲあって危ないぞって見せかけてる割には、ちゃんと自分で巣を守って、こう守ろうとしてると、もなんか可愛いでしょ。なんか、ね、だから自信があんまりないんでしょうね、きっとね。隠れようとして、これって出た後、うん、そうそう、そういうのは出た後のきっと。あ、そうです、そうです。
これ姫館大半です。で結構ここいっぱいいるんですよ。これも出たの？そう、だからここだとでももしかしたらもう草刈り一回されてるから生き残れるかもしれないから、もうこれやったらそっとしておいた方がいいのかなって今思ってて。なるほど。保護って難しいんだよね。移すところが難しいんですよね。で本当はちゃんとここで話し合ってトラテープしてここだけ草刈らないでってやってやるのがいいかもしれないんだけど、でも一箇所にまとめると鳥に見つけたら全部こっそり刈れるしっていうね。本当の保全で難しいんですよね。だ何もしないの方がいいかもしれない逆に。なるほどね。どうどうやった、チョウチョウ？なんか素早かった。なかなか捕まえれんかった。そうやね、一文字先生誰も取られんかったやん。あのハギあるで、ハギやだやだ。ハギってハギの花ね。でもあんま見つからない、うん、クロマタのソケットシジミね。いやあれはファインプレーだったね。あれいつの間に入ってたんかと思った。そうそう、そういうことがあるんだよやっぱりね。だあれもただ見てるだけじゃ全部通り過ぎてるからね。取ってるの取ってんの撮ってるの撮ってるの。でも七星テントも誰がいつ入れたの？そうあれはね、多分これ網に偶然入ってたのちょこちょことゴソって入れちゃったんだ。あ、じゃあ私かな。そうかもしれない。あ、じゃあ違う。入れなんで動画撮ってる？動画で撮ってる。え？わけやかんない。動画で動画撮って動画が動画で動画を撮って、うん、カルビ好きやで。同じやな、実は大村の時もカルビ好きなんだよ。動画で僕のアップばっかりやん、なんか顔面アップになってない。それは放送事故になる。放送事故ってさ、外来生物でさ、うん、見れない、うん、だからそっち趣味、うん、僕好きだよ、グローマだよ、好き。見た時どう思う？嘘と思った。なんでかというと、僕昨日アスカ漏れで見つけてん。うん、やっとアスカ漏れで見つけて珍しいと思ってたら、今日見つかると思ってなかったの。なぜかというと、平城宮にはソテツがないから。でも、鉄みたいなやつ。バナナの鉄みたいなやつ。そう、なんか南国にありそうな、こんな。そう、で、多分、でも蝶々って、ソテツってどこにあるかわかんないやん。それでも飛んでいって途中で花吸いながら頑張って生き延びて、ソテツどこやーって探し回ってる途中だったんですよ。でこういうところで飛んでいったら神社によくソテツってあるから、そこ見つけてやったここだって言って卵を、それまで探し続けるんだよ。明日学校行きたくない。行きたくないか。この辺スマグルフォームとかアジハチョウいるんで。あ、そのゾーンやな、狙ってな。でも学校も大事だよ。学校行きたくない。学校で遊べるから。バスで行く。バスで学校行くの。あ、動画って言ったの。またそれを流したら、この口の音声が映って動画の、その音声流れたら、もう訳分かんなくなっちゃう。それ流したら。今日の感想は。楽しかった。はい、今日どうでした。急に YouTube ってなったとかに止まっちゃうやん。いいんだよ、好きに喋って。恥ずかしい。恥ずかしくなってた。みんなね、 YouTube 出たいって言うけど、いざカメラ向けられたらね、止まっちゃうんだよ。どうでした今日は？楽しかった？何が楽しかった？チャーチかわいい。チャーチペット取れた？暑かった。髪の毛長いからね。大丈夫、でもくくっとけば。何してんの？YouTube で感想撮ってんの。今日はどうでしたか？蝶々はあんまり取れなかったけど、うん、ガはいっぱい取れた。ガはいっぱい取れた、そうか。ガばっかりやった。でもガもね、蝶々の仲間だからね。そうなん。いいよね。そうだよ。ありがとう。先生ちょっと見て。13足す7は20種類でした。ありがとう。午前は蝶々が14種類だったので一種負けです。だけどなんと今回平城宮跡で初めて見つかった蝶が一種います。それは何でしょうか？クロマタノソケツシジミ。
正解です。クロマダラソテツシジミっていう長い蝶々、みんなお家に帰ってから図鑑で見てみてください、はい、すごい蝶々ですね。でこれはねきっとあのソテツってあのこの辺の神社とかさっきの病院のとかいろんなところに結構あるんですよ、ソテツって。見てみよう、探してみよう。そこの新芽にほんまに新芽ボロボロにしちゃうんで、ボロボロになってたら怪しいです。見ましょう、探してみてください。はい、じゃあこれはあっちに置いておきます。はい、はい、のであの各自撮影してください。キャー、ムカデ。はい、じゃあ捕まえた蝶々みんなで逃がします。じゃあ、つまぐるなりも一回捕まえよう。ごめんごめん、もう逃げちゃうよ、逃げちゃうよ。みんなバイバイしてください。バイバイ。で、掴むときは優しく掴んであげてね、ちっちゃいからね、蝶々。はい、みんなありがとうって逃がしてください。ふわっと持ってあげてね。全部逃げたかな。テントウムシも逃がしてあげてね。はい、ありがとう。すごい蜂のように飛んでいったね。まだまだいる、一匹いる。はい、どうでしたか今日は。今日はクロマダラ、ソテツシジミが見れて、うん、とても嬉しいし、うん、私もクロマダラ、ソテツシジミは見たこともないので、うん、今日初めての蝶見て、うん、でよかったです。いや嬉しい、ね、やっぱり初めての蝶って嬉しいよね、まあ、外来種とはいえね、うん、はい、ありがとう。またね、これでねやっぱりまた探しに行きたいと思ったやろ。これをやっぱ続けることで新しい蝶もどんどん見つかるからね。新種見つけたい。そうそう、新種もね見つかるかもしれないからね、みんな頑張ってね。新種100体見つけた。100体は難しい、ガーナできるかもしれないけど。でもここでも見つかってない、うん、見つかってない生き物もいっぱい見つけたいし、蛇、うん、とかもなんか知らない生き物も見つけたい、うん、そうそう。だからね、温暖化って言ったらね虫が減ってると思うけど、温暖化のおかげで増えてる昆虫とか虫も多いからね、うん、それに怪我もなく、怪我もなく今日はできたし、それが一番だね、うん、ありがとう。地球温暖化。はい、ということでいかがだったでしょうか。ごめんなさい、ちょっと帰ってきたんでちょっとね着替えもしちゃってますけど、はい、ということで生き物レンジャーの、蝶々の調査がいかがだったでしょうか。ということで改めてもう一度お伝えしておきますけど、この平城宮跡は昆虫採集、動植物ですね、動物も昆虫も植物も採集禁止になってます。捕まえるの禁止の場所になってます。で、今回はこの主催のあきちゃんという方がちゃんと公園にも県にも許可を取って実施しています。そして確認、採集はしましたけど、みんなで観察して何の蝶々かなって見たら、最後みんなバイバイありがとうねっていう風に話しました。はい、ということで貴重なこれは調査なんですよ。本当に、ね、採集本当はできないところでのこういった定期的な観察記録っていうのはこれから歴史に残る僕は記録だと思っています。もう大げさではなくて普段できないところなんでね、本当にこれから10年20年30年これからどんどん季節は変わっていくので、温度とかも変わっていくので蝶々層も変わってくると思います。なのでこういった記録を残すっていうのは本当に大事だと思います。そしてこちらですよ、この蝶々クロマダラソテツシジミという蝶々が今回見つかりました。これはソテツってついてるように、こちらソテツっていうね、この植物に幼虫がつく蝶々なんですよ。ソテツでも硬いんですよ、みたいに。これ学校とか、病院とか神社とかによく生えている植物です。この新芽、新しく出たふにゃふにゃの芽にこのクロマダラソテツシジミっていう蝶々が卵を産んで幼虫がいっぱい食べてしまいます。ボロボロにしちゃいます。だからソテツにとっては害虫っていう風になっちゃうんですよね。でも蝶々には罪はないっていうことで、これは難しいんですけど、この蝶々が今どんどん今奈良でも増えています。でもこれから秋増えるんですけど、冬になったら寒いよバタってダメになってしまって、またいなくなって、また来年やってくるっていうのを繰り返し繰り返ししている蝶々なんですよね。でもしかしですよ、最近暑いですよね。秋なのに、今日も秋なのに暑かったですよ。30度ぐらいありましたよ。ということで冬も暑くなったら、このクロマダラソテツシジミも寒くないぞ、頑張れるぞってなって冬を越せたら定着といって、奈良にもずっと住む蝶々になるかもしれないですよ。ということでやっぱり温暖化っていうので
減っている蝶々もいるけど増えている蝶々もいるので、やっぱりこうやって調査をして記録に残すことが大事ということです。なのでみんな、レンジャーのみんな、今回も素晴らしい記録でした。話長なっちゃったら結果長なっちゃう。ということで午前と午後足した結果はでん、なんと17種類見つかりました。素晴らしい。午前と午後2回の調査で今回17種類の蝶々が見つかりました。いや素晴らしいと思います。なぜ素晴らしいかというと、平常休息っていう、休息っていうのは広場なんですよ。広場、広い広場でみんな明るい場所なんです。この明るい場所となると日陰が好む蝶々はあんまりいないんですよ。だから今回もジャノメ蝶の仲間はほとんどいなかったです。ということで広いところだと蝶々の種類は減ります。それでも1日で17種類見つかっているのは本当に素晴らしい記録です。これもレンジャーのみんながね、必死に走り回ってね、捕まえてね、確認してくれた結果です。本当にみんなありがとうございます。はい、ということで今回は生き物レンジャーということで蝶々の調査会でした。これは定期的に行っております。まあしかしね、毎回ちょっとリピートお客さんがね、また次も参加したいってことですぐに埋まっちゃうイベントになってるんですけど、もしよかったら皆さんも参加してください。概要欄にそのね、メルマガのね、あの概要欄貼っとくんで、そちらに登録していただけたらなと思います。はい、ということで今回もこの蝶々マニアな、マニアックな蝶々の動画を見てくださってありがとうございます。はい、ということでまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら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 、はい、ありがとうございます。蝶なら蝶なら蝶なら、はい、OK、 ありがとうございます。はいはいはい。